エデュアルト・メルクスは、オーストリアのバイオリン奏者、指揮者。バーデンバイ、ウィーン生まれ。幼少期よりバイオリンをはじめ、アドルフ・シベール、ヤロ・シュミートの各市に支持した後、ウィーン音楽院で1943年より、エルンツとモラベッツにバイオリン、ヨーゼフ・メルティンに、音楽学を学んだ。また、1951年より、ウィーン大学で、オット・ー・シェンクに、 音楽学の教えを受けている。音楽院在学中の1949年から1951年まで、ニコラウス・アーノン・クールラとウィーン・アンバ始終相談、1952年から翌年まで、カール・シャイト、メルティン、グスタフ・レオン・ハルトラとスコラ・アンティーク・はウィーンを結成して、小楽器演奏の経験を積んだ。音楽院卒業後は短期間ながら、パリで、ファーミントシの訓当を受け、 1955年に、チューリヒト・オンハー・ハレ管弦楽団の団員として、スイスに一時的に移住し、ペーター・リバール、アウグスト・ベンツィンガー、エドアルト・ミュラーラと共演した。1958年に、ウィーンに戻り、母校のウィーン音楽院で教鞭を取りながら、レネー・クレメン・チッチラとアンサンブルを作って、演奏活動を継続した。1965年にカペラ・アカデミカ・ウィーンを結成し、 その指揮者として多くの録音を手掛けるタワードット j p ありがとうございます。